町制が施行されて85周年を迎えた福岡県川崎町で、子どもからお年寄りまで楽しめる川崎フェスタが開かれています。コロナ禍などの影響で4年ぶりの開催となった川崎フェスタ2023。会場となった川崎町民運動公園に設けられた特設ステージでは、さまざまなパフォーマンスが披露されています。今回は南部の天城村と北部の川崎村が合併して、1938年に町制が施行された川崎町の85周年を記念し、昨日と今日の2日間の開催となりました。会場ではパフォーマンスのほか、焼きそばやかき氷など40近い露店が並び、訪れた家族連れなどが夏から秋に移りゆく一日を楽しんでいます。川崎フェスタはこの後午後8時から1000発以上の花火が夜空を彩り、フィナーレを迎えます。